ネフチバクー PFC はアゼルバイジャンの首都バクーを本拠地とするサッカークラブである。1937年にネフチャニクの名前で設立され、1968年にネフチに改名した。アゼルバイジャンを代表する競合クラブの一つである。ソビエト連邦リーグ時代の最高位は1966年シーズンの3位である。1992年に開始された。 アゼルバイジャンプレミアリーグでは9回の優勝を誇る。1937年に石油都市として知られていたバクーで石油業界で働く人々によってサッカーチームネフチャニクフットボールクルーブが創設された。当時はロシア語がより盛んに使用されていたためネフチではなくネフチャニクという名称が使用された。エンブレムには石油プラットフォームとネフチャニクのキリル文字表記の 頭文字であるが描かれた。クラブカラーの白と黒は石油の黒と石油と共に共和国の栄光を支える役割を果たしたメ面下の白に由来している。クラブ最初の公式試合は1937年5月24日に開催された USSR カップのディナモエレバン戦であり、ネフチャニックがパベル・シュトゥルリンの得点で1から0で勝利した。 次戦のディナモバトゥミにも勝利したが、次々戦でディナモトビリシに敗れた。1966年にソビエト連邦サッカーリーグで優勝したディナモキエフ、ニーノスカ、ロストフナ、ドヌに次ぐ3位の成績を残した。これはアゼルバイジャンのクラブがソビエト連邦の最上位リーグで記録した最高順位である。1966から67シーズンに USSR カップで準決勝に進出したが、チスカモスクワに0から0で引き分けた後に引き分け再試合で0から2で敗れた。1967から68シーズンにも USSR カップで準決勝に進出したが、トルペドモスクワに0の2で敗れた。1968年にネフチに解消された。1970年に USSR カップで準決勝に進出したが、 ディナモトビリシに0の1で敗れた。1971年にも USSR カップで準決勝に進出したがスパルタクモスクワに0の5で敗れた。1992年に独立後最初のアゼルバイジャン選手権で優勝を果たした。1993年に初年度のアゼルバイジャンスーパーカップで優勝を果たした。1994から95シーズンに アゼルバイジャンクボクで初優勝を果たし、1995年にスーパーカップでも2回目の優勝を果たした。1995から96シーズンにリーグとカップで共に2回目となる優勝を果たし、ダブルを達成した。同シーズンに欧州カップに初出場を果たした。UEFA カップウィナーズカップ1995から96のオポエルとの第2戦に0から0で、 引き分け、アゼルバイジャンのクラブとして、欧州カップで、初の勝ち点を獲得した。1996から97シーズンに3回目のリーグ優勝を果たした。同シーズンに UEFA カップ1996から97に出場し、ロコモティフソフィアとの第1戦に2から1で勝利して、アゼルバイジャンのクラブとして、欧州カップで、初勝利を記録した。 1997年にネフチ PFK に解消された。UEFA チャンピオンズリーグの参加資格は UEFA ランキングの上位24カ国に限られていたが、1997年に変更され、アゼルバイジャンのクラブも参加可能となった。ネフチはアゼルバイジャンのクラブとしてチャンピオンズリーグに初出場を果たし、 UEFA チャンピオンズリーグ1997から98のビジェフーッチとの第一戦でデビューを果たした。1998から99シーズンに3回目のカップ優勝を果たした。2003から04シーズンにリーグとカップで共に4回目となる優勝を果たし、1995から96シーズン以来となるダブルを達成した。カップ決勝では、 シャムキルを延長戦の末に1から0で破った。ネフチとシャムキルは非公式大会であった2001から02シーズンのカップ決勝でも対戦したが、ネフチにペナルティーキックが与えられた後、シャムキルは試合終了6分前にグラウンドから立ち去っていた。2004から05シーズンに5回目のリーグ優勝を果たした。同シーズンはネフチとハザルレンコランが 同化地点で並んだため、2005年6月10日に1試合制の優勝決定戦が開催され、ネフチが2から1で勝利して、タイトルを獲得した。2005年に CIS カップで決勝に進出したが、ロシアのロコモティフモスクワに1の2で敗れて、準優勝に終わった。2006年にも CIS カップで決勝に進出すると、リトアニアの FBK カウナスに4の2で勝利して、 優勝した。準決勝では、アゼルバイジャンと複雑で未解決な問題を抱えている、アルメニアのピュニクエレバンと対戦予定であったが、ピュニクは安全上の理由から試合を拒否して大会から撤退した。ソビエト連邦を構成していた15カ国の代表が参加する CIS カップでこのような事態が発生するのは14回目にして初であった。主催者のロシアサッカー連合は、 CIS カップの規則により、ピュニクが正当な理由なく試合に出場しなかったとして、0から3の敗戦扱いとすることを決定した。2008年に UEFA インタートとカップに出場し、UEFA カップ2008から09の出場権を争う3回戦に進出したが、バス類に敗れた。 2010から11シーズンにアリフ・アサドフ監督の元で2004から05シーズン以来となる通算6回目のリーグ優勝を果たした。監督としてリーグ初優勝を飾ったアリフ・アサドフは選手としても3回のリーグ優勝を経験しており、選手と監督の両方でリーグ優勝を経験した最初の人物となった。2011から12シーズンにリーグ連覇を達成し、 通算7回目の優勝を果たした。2011年12月4日に開催された、プレミアリーグ第15節のシムルグ戦で、アラズ・アブ・ドゥラ・エーフがね、フチのリーグ通算1000得点目を記録した。ネフチは、全国選手権で通算1000得点を記録した、最初のチームとなった。ネフチのリーグ初得点は1992年5月8日に開催されたハザル・スムガイト戦で、 ユニスヒュセイノフが記録していた。また、同年11月30日に開催されたカップのシムルグ戦に1から0で勝利して、クラブ創設74年目で公式戦、通算1勝目を記録した。2012から13シーズンにリーグ3連覇を達成し、通算8回目の優勝を果たした。カップでも決勝でハザルレンコランを PK 戦で破り、5回目の優勝を果たした。 同シーズンに UEFA チャンピオンズリーグ2012から13の予選1回戦でゼスタッポニに勝利したが予選2回戦でハポエル色にキリアットシュモナに敗れ UEFA ヨーロッパリーグ2012から13のプレイオフに回ったヨーロッパリーグのプレイオフでオポエルに勝利してアゼルバイジャンのクラブとして初のグループステージ進出を果たしたグループステージのデビュー戦となった第一節の パルチザン戦で引き分けて初の勝ち点を獲得した。ホームのデビュー戦となった第二節のインテルナチオナーレミラノ戦でニコラスカナレスがグループステージの初得点を記録した。ネフチはグループステージ再開に終わったが最終節にはインテルナチオナーレミラノと2の2で引き分けた。2013から14シーズンにカップ決勝でガバラを PK 戦で破って連覇を達成し、 通算6回目の優勝を果たした。2020から21シーズンに通算9回目のリーグ優勝を果たした。首位のカラバフと勝ち点差1で迎えた最終節に両チームが直接対戦し、アフメド・アフメドフが90分に記録した決勝点で逆転優勝を果たした。また、ナミク・アラスカロフがプレミアリーグ特点王に輝いた中。選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。